きだなって、ね、嬉しいね、思いますよね。あそこ思った。え、なんかあの自分的に例えば、うん、なんかここのアドリブすごい気に入ってるんだよなとか、 あとはまあそうじゃなくても、うんうん、あのここのシーンめっちゃ気に入ってるんだよなとかっていうシーンってありますか、うんうん、なんかアドリブのシーンで言うと、はい、なんか結構あのシリアスなシーン以外は各は結構あの積極的に私も入れさせていただいてたんですけど、はい、大人チームが後ろの夜の収録で、うんうん、先にあの千里と滝菜のセリフを、うんうん、撮ったセリフを聞きながらやらせていただいてたんですけど、うんはい、その時に7話かな、はい、7話で、ね、くるみがすっぽんぽんで、うん、あトイレの前を通過するところで、うんうん、台本には、うん、そこ何も書いてなかったんだけど、はい、ビクッとするみたいな、そうそうそう、とがきでビクッとすると書いてあったから、ビクッとするアドリブは入れようかなと思ってて、うんうん、普通に収録したんですけど、その安西さんの千里のその、うん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 、声のお芝居が、はい、こうすごいなんだろう、あーみたいななんかあのそういう声が聞こえてきて、でそれも私すごいビクッ、うん、ってすごい反応したんだけど、うん、そのなんかうなり方が、うん、なんていうのかな、そのお腹が痛いようなうなりでもなければ、あのひねり出そうとしてる、そうひねり出そうとまさにそれ、そうひねり出そうとしてる声にしか聞こえなくて、これ自然に固いのかなって言ったらあの OK 出ちゃってそうだったんですよ。でも私ここ、うん、あんまり私この作品リテイクなかったんですけど、うん、ここ結構リテイクされて、あそうこだわって、ね、なんかその考えてるのと、うん、ブツブツっていうか、うん、物をひねり出そうとしているのとの中間をちょっと狙ってみてくださいって言われて、あじゃあやっぱ実際に出してたの？出してないんだけど出してるんじゃないかと聞こえるように、うんうん、そうなんか便秘なんじゃないかみたいなとがきが書いてあって確か、うんうんうん、そう思わせ、なんかその半々ぐらいでやってくださいって言われて、うんうんはい、でやってって、いやそれだと出してるとかもうそれだと確実にお腹痛いとか、はい、あここのやっぱちょうどいい塩梅狙うの大変だなみたいな感じの記憶があって、それで硬いのかなになってたから、そう、もう山地黒さんありがとうって言われて助けてもらったと思って安西さんのその声が本当にそう感じたから言っちゃっただけで、そうバッチリ伝わってました。やったー、へー、いやでもみんな制作のね皆さんのそのディレクションがすごい細かい